自律神経専門家近くの部屋へようこそ。今日はお薬のお話で、ガスターっていうお話のお薬の話をしたいと思います。ガスターはファモチジンっていう成分名なので、病院に行ったらガスターっていう名前ではなくてファモチジンっていう名前で出される場合もあるんですけれども、同じものです。ガスターはガスター10っていうお薬が市販で売っていて買うことができるので、なんでガスターに話題をガスターにしたかっていうと、もう処方箋がなくても気軽に手に取れてしまうお薬なので、こういうお薬にも副作用がありますよっていうことをお話ししたくて動画を撮らせていただいています。まずガスターは胃薬ですね。胃薬で胃酸を抑えてくれるお薬です。胃酸を抑える、で先ほども言ったように市販でも買えてしまうお薬です。で今回改めてちょっとガスターの添付文章をちょっと見てみたんですけれども、きちんと、書かれていなかったんですが、副作用として薬剤性パーキンソニズムというのが現れる可能性があるっていうのは、これはもう本当結構前から言われていましたし、そうですね、私が前の薬局にもう本当10年ぐらい前から言われていましたし、で実際学会とかでも、そのパーキンソン病の学会とかでも言われていることなので嘘情報ではございません。でこの薬剤性パーキンソニズムって何かっていうと、パーキンソン病っていう病気があって、そのパーキンソン病みたいな症状がお薬のせいで起きるよっていうことなんですよね。でどういう症状かっていうと、まず体の動きがちょっとおかしくなってくるんですけど、体の動きって、自分の思ったように動くっていうところが錐体路径っていうんですけれども、その錐体路径じゃない、こう立ってる時にも意識しなくても勝手にバランスをとってくれるとか、なんかこう勝手にこう動きを調整してくれる場所っていうのがあって、それが錐体外路径っていうんですけども、その錐体外路径に異常が起きると症状としては、この歩く時に足を一歩踏み出すのがなかなか踏み出せなかったり、歩幅がどんどん狭くなってちょこちょこちょこって歩くようになったり、姿勢も前かがみになってきたり、あと声が小さくなってきたり、動作がゆっくりになったり、あと手が震えてきたりしちゃうんですね、勝手に。そういう症状が出た場合は、パーキンソン病の可能性もありますし、お薬のせいかもしれないですよっていうことです。でこの薬剤性パーキンソニズムって、実際パーキンソン病の人がこの、例えばこうガスターを、胃がちょっと調子悪いからといってガスターを飲んだ時にパーキンソン病自体が悪化してしまうっていうこともありますので、パーキンソン病の方はガスターは飲まない方がいいです。でもしこの薬剤性パーキンソニズムが出現するとしたら、だいたい1ヶ月以内に 60% の人は出現するっていうデータが一応あります。で 90% の人は3ヶ月ぐらいで出現しますっていうことがあるので、3ヶ月以上お薬飲み始めていて時間が経過していて、で別に動きはおかしくないよっていう方は、その副作用は出ないでしょうということが言えると思います。でこの今回は市販でも売ってるガスターをメインにしたんですけども、他に胃薬系でその薬剤性パーキンソニズムが起きる可能性がありますよっていうお薬が、まず、ドグマチール、プリンペラン、ナウゼリン、ドグマチール、うつ病の時にも使われるんですけど、胃薬として使われることもありますし、あとプリンペラン、ナウゼリンは吐き気止めでこう結構出る頻度が高いので、ドグマチールはスルピリドっていうのと同じですね。スルピリドで、プリンペランはメトクロプラミド、メトクロプラミド、ナウゼリンはドンペリドン、
ういう名前で出された時にもこれとこれ同じものなので、ドグマチールはスルピリド、プリンペランはメトクロプラミド、ナウゼリンはトンペリドン、これ同じものなので、こういうお薬を飲んでいてなんか動きが変だぞってなってきた時には、お薬のせいでパーキンソニズムが出てるかもしれないですよっていうお話でした。今回の動画いいなと思ったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もお願いいたします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。